はいどうも一般人です。というですね、急遽ね、今日稲刈りになりました。なんかね、週末にかけて結構でかい台風がね来てしまうということで、早めにね稲を刈らないとまたしばらく田んぼに入れない、もしくは稲が倒れてしまうという状況になってしまうらしいんで、ちょっと今日はね稲刈り行きたいと思います。というわけでね、なんとかね1日で全部終わらせられれば、あ、無理か。とりあえずね1箇所だけはね終わりにしたいと思います。乾燥機に入る分はどう考えてもね2日はかかると思うんで、じゃあ早速頑張るぞ。ついに来たね、今年も稲刈りの時期が。多分去年ね1回油さしてやっから多分大丈夫だと思うんだよね。行けるとこまで行ってみます。確かね、使い終わった時に油さしてあるんで、最初の1回は油なしでねいけるとは思います。まあダメそうだったらねまたやり直します。じゃあ早速行ってみましょう。頑張るぜ。ね、今年はね2台あるんで、こっちとあとね向こうにね奥にあと1台あるんで、あれだって軽トラが入っていけないんだから、あっちの方がいいでしょ。僕に1台なんで、あれをね使いたいと思います。ちょっとねこれを出す、こっちのやつを出すにはこっちにねジャッキアップしてあるんで、このジャッキアップをね一回剥がしてからやりたいと思います。あ、じゃあ持ってこないかな。いや持ってこない、全部持ってきた方がいいんですから一回帰って。ソーラーパネル付きでやったら多分大丈夫だと思うけど、ちょっとね、じゃあこのスカイロード R1151 スカイロードだね、こっちはね。ちょっとね、うちの親父の鍵をこれのしか持ってきてなかったんで、取りに一回帰ります。ほらね、ちょっとこれエンジン価格かどうかね、ちょっとやってみたいと思います。ちょっとソーラーパネルつけてあるんで、多分ねかかったもんだね。結構汚れてるけど、はい。じゃあねスカイロードの方、これね一回かけてみたいと思います。クラッチとかこの右側のペダル踏んで、なんかねグローが2回消えてからっつったんで、はい1回消えました。そしたら1回戻してもう1回つけて、また2回やるの。なんかここの操作が微妙にね触ってるらしくて音がしちゃう。あとは大丈夫だ。なんかウインカーがついてる。ウインカーこれかな。これウインカーだ。これで右とか左とかね、ウインカーが出ます。このやつは道路とか走るようだ。とりあえずねちょっとこれだとどれぐらい軽油が入ってるとか出んのかな。そこまでは出ないか。軽油の残量は書いてないんだね。ちょっとね一回切って軽油を補充します。ちょっとねまた田んぼに行ってから軽油補充するのはめんどくさいんで、今のうちね軽油を補充していきたいと思います。じゃあちょっとね、じゃあこれからねちょっと軽油を補充していきたいと思います。ちょっとね軽油入れっとこね探してたら、前の SR15 の方はなんかこの辺にあったんだけど、機種によってね違うんだね、軽油入れる場所が。ちょっとね今探してたらね、ここにありました。ここだ、この下のところに、なんとペダルの下にね軽油入れてるのが、ね、ありました。じゃあここからねちょっと補充していきたいと思います。やりにくいところだね、若干。
ちょっとね、今これ入れようとしたんだけど、ちょっと入れにくいってことでね、外に出してからね、入れようと思います。ちょっと狭くてダメなんだよ、こっちの。なんでこっちのはね、田植え機の、まずエンジンかけて、これをね、出します。あと、こっちのコンバイン、去年使ってたやつは、ちょっとキャタピラがね、怪しいんだよね。キャタピラが結構ひび入ってて、まもなくね、切れちゃいそうなんで、やばいんだよね、こっちは。こっちはね、切れる前にね、できるだけ温存して、向こうのやつをね、優先して使っていこうと思います。これが切れちゃったらやばいんで、こっちはね、どうしてもこれじゃないとダメなとこだけね、これでいこうと思います。すれば、まあ、2倍持つと思います。こっちはソーラーパネルついてねえから、もしかしてエンジンかかんねえ可能性がある。果たしてエンジンはかかるんでしょうか。今、かけてみます。親父が。海を払って。果たしてエンジンはかかるんでしょうか。休みながらでいいと思います。チョークとかあるんですか。スロットルバルブ、アクセルフック、足のこれロックする。ロック足しとけば。チョークはね。これ引くんで、これが。それは違う。ロックだが違う。そっちはちょ関係ないし。これ回転だけ上げとけば大丈夫です。若干音がおかしいけど、これ上上げてから、前上げてからじゃないとバックできない。ここに入れておきますか。エンジンはかかってます。とりあえず。キャタピラがやばいね、やっぱめっちゃ負担かかってくから、これ切れそうだし、これはちょっとね、そろそろやばそうだ。こっちはね、温存しときます。どうしてもこのやつじゃないとできない場合があるんで、その時のようにね、下の田んぼは埋まっちゃって軽トラが入っていけないんで、これでやります。このね、煙突があるから、これこっちじゃないとね、向こうはできないんだね。深い田んぼ、足が埋まっちゃう田んぼはこの煙突がついてないとできないから。で、こっちのね、古いタイプなんだけど、スカイロードのタイプはここにね、袋ついてんだよね。なんでこれね、こっから軽トラの荷台に直接ね、手で乗っけるタイプなんで、このタイプだと軽トラが入っていけるところだと、ここからね、手で積んで入れるんで、じゃないとね、軽トラまで運ぶのが大変なんで、こっちのやつは軽トラがすぐ近くまでね、入っていけるような、ちょっと乾いた田んぼだったら、これでいけると思います。これ、軽トラが入っていけないとやばいね、4区の軽トラです。あ、これも出しちゃっていいの。ああ、分かった。いいよ。これ、回せばエンジンかかんないでしょ、これ。ほら、ちょっとね、こっちのエンジン、ちょっと田植え機行ってみたいと思います。あれ？これクラッチだっけ、多分、左が。これなんか、ガソリン抜いてねえべ？ニュートラだから大丈夫。チョークは引いてあるけど、なんか後あんだっけ？こっちも引かなきゃダメとかあんの？これ
これは踏まないとエンジンかかんないね。あれヒーダの今ヒーダーになるよ。あとはこれかアクセルも吹かすか少し。バッテリーがよ。長トラブルなんだ。もうエンジン。簡単にいかねえこんな。これだけでね。油入ってんの？油入ってんの大丈夫？使い空っぽにしてないでしょだって。してない。絡みんだけど。分かんない。分かんない。入っていくかどうか。ゲージがあってよ。ない。ゲージ。ゲージはないっしょこれ。ゲージあるよ。ネームゲージは。マントゴ。あ、わざどうも。はい、どうも。これガソリン。ガソリンだよ。見えた。もうガソリンのゲージは下まで来ちゃってる。ガソリンも持ってきたのに。